家具家具土土家具土土家具土軍団。はい、4月もん玉レベル5溜まりましたんで、今日は、新たにポンちゃんがまあいないんですけど、新たに最近モンストゲームで一番やってる疑惑がある見えた世界観を本当に今日はちょっと今日はね、まあ、普段はツイッターで一番やってるって言ってましたね、最近ね、やってみたいなあれがあるんで、サブではなく、まあ、もうモン玉なんでね、メインの方に出ていただこうということで、早速初ですか動画出るの。あ、そうですね、ポン、あ、どういう経緯でいきますこれかかったやってるかもしれないですけど、今想像以上に俺が雑なふりしちゃうすいません、はい、ということで家具土持ってないんですよね。持ってないですよ、持ってないですよ、ね、でも僕とペルさん今月卒業するんで、うん、毎回言ってますよね、マジで次回からはもうマジで、いや、ちゃんとやったわけです。次回俺ら2人聞いて、そうそうそう、世界観弾けなかったら来世界観とポンちゃん、うん、そうですね、もしくは確かに一人か、ポンちゃんと、そう、そう、三重ポンチャンネルになるから。そんなことあるんですか。あります、あります。だってこれ聞きたい人から卒業していくチャンネルなんで、そう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 。あ、なるほど、はい、早速じゃんけんでじゃんけん順番まずきます、はい、最初はグーじゃんけん、はい、うお、最初じゃんけん弱いっすね最初はグーじゃんけん、はい、ほら俺今んとこカブツチ軍団の中でじゃんけん最弱だったんですよ。確かじゃあピルさん1番何番ですか。3番。お、2番でもさ、ピロさん最初で俺最後でもデフォルトなんですよこれ確かにね。というわけで、はい、僕からいきますね、はい、お待ちください。カグズチ一択ですね僕は。まあ、ヒミコとかね、まあ、出てもいいっちゃいいけど、ヒミコだ今日。そう、ヒミコなんだよね。カグズチ金太郎、金太郎、あ、金太郎持ってないんでしたっけ。持ってない。そっか、カズチ金太郎。あ、それ世界観、世界観キャラ化したんだ。カズチ金太郎で。やっぱこれ水影響されてるんですか。何がですか。こういうのはあの水のフェスというか。いや、何もされてないですよ。あの裏でみたいなでしょ。されてない、されてない。これでも一応人気トップ20に入るやつです。モンストの中で強さこいつなんか定期的にこういう時邪魔してきますよね。ね、なんか俺も初ゲットでなんか邪魔されませんでしたっけ。なんかでもやっちゃされてましたよね。なんかの度にやっぱ出る。はい、変わります。来月継続確定じゃないですか。うわもうはい、翔さん番。どうも、狙いは、うん、確定です。あれ、2番目ってことじゃん。俺2番でいきますはい、行く。いやちょっとじゃあ、いや俺行きます、俺行きます。行く、はい、僕行って、最後世界観に締めていく。まあ確かに鳥、はい、正直そっちの方がいいかな。似合う感じはあるから。世界観って言えばなんか鳥、うん、大鳥、はい、ハードル半端ないですね。ここで俺が格子引いてもっとハードル上げに行きます。参ります。卑弥呼か格子か一休かぐらい、あと欲しいのメリオダス。お、いきます。卑弥呼出てもいいもんね今回。マジで卑弥呼でもいい。やっぱね、演奏欲しいんですよね。くそ、苦手でしょ。俺これ無理だよもう、このガチャ。ヒミコ、うわマジマジっすか。マジ卒業したマジでマジで嘘でしょ。マジでマジ卒業じゃないですか。マジマジなってたの。やったマジかマジ。俺、格子引くの4回ですからね。ちなみに初めて、自分端末初めて。自分端末初めて。やっと引けた格子。ああマジ。いや、これは
いや、俺本当に角土は思い入れがあったんですよ。あのスタジアムとかで、平井美希の遊技場とかでもフレンドで使って超欲しかったし、強くなってからはね、マジで嬉しいっすね。マジ出た思ったんですけど、モンストの会社もやっぱテーブルがあると思うんですよ。でもシロさんがこの時間ガチャテーブル二郎、はいはい、マジ出た。僕多分確実じゃないんじゃないですか。ああ、同じテーブルではないと。同じテーブル。いやー嘘でしょ。結構これめっちゃ驚いてるな。驚くな、これめっちゃ驚いてる。これ結構驚くな。なんかやっと弾けたわ。そのうちどっちから出るかなって思ってて、早1年経つじゃないですか、うん、だよね。マジか。卒業した。すごいっすね。すごいね。何パーぐらいなんですかね。でも本当実際のところ実際ね 0.、いや 0.、いくつとかじゃないです。もうちょっと高いはず、うん、あそこ押しようもないもんですね、うん、マジ、マジか。あー、角土だ。いつもの角土持ってる人だ。角土持ってる人だってやばくないですか。きたー、うそー。うわ、いいなー。角土強いから。はい、いや、閉めてくれんだろうな、綺麗に。というわけで、じゃあ、はい、最後順番休業変わりましたけど、はい、宮谷さんです。はい、行きましょう。はいはい、はい、ラスト宮谷世界観。もうこれコビに、コビってますからね、これ。いや、コビいった方がいい。このジンクス信じてるはずか。コビいった方がいい。やっぱ鳥くんを僕信じてるんで。ああ鳥ちゃんにコビ打つ。鳥ちゃんにコビ打つ。鳥ちゃんがもう間違いないって言ってるんですよ、こいつを。で、ほら、よく見てください、これ後ろに。これおヒロさんが出してくれた弁財天と、おあ、本当だ、ヒロさんが前出してくれたブライト。ブライト。名前忘れた。いや、まあ自信が、はい、おめでとうございます。俺に、ね、来たからね、ちゃんと。ちゃんと来たから。ずっと信じなかったっすよ。そう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 。あの絶対しねえよ。まあ今コビを売りに行って、はい、いきます。これ何狙いですか。何狙いですか、私。僕でもガブリエルもう一個欲しいんですよ。ごめん、ガブリエルじゃない。ヒミコ。あ、ヒミコ。ヒミコの神化の方さ、回復の方って。いや、持っていらないですよ。え、持っていらない。持っていらない。あの龍馬とかも重力の貫通持ってないですか、火の。火少ないんですよ。ああ、そうなんだ。はい、で、角槌いきますよ。いくよ、お願い。龍馬出たらでもでかいっすね。でかいね、確かに。龍馬火が薄いって言ってるもんね、皆さんね。怖え、これでエンスに。ちょっと待って、やめて、やめて、出ないで、出ない、やめて、やめて、やめて、本当に。いやマジか。どうしたの。ちょっと待って、待って、待って、おかしいって。やめてよ。仲間外れガチャじゃん、これ。マジでおかしくない。これやばくない。これやばいっしょ。これはやばいって。マッチでなんで出してんすか。マジでなんで出してんの。嬉しいっすわ、これ。ビルマン最近属性ガチャ上に使い果たしちゃったんですよ。確かに。これやばくない。でもいや、嬉しいっすわ、これ。ありがとうございます。コビにコビいった、売りに行った結果。負けてないでよ。負けてないでってやばいんだ。やばいでしょ。おかしいでしょ、マジ。やばここに来て一気に収束しましたね。で、僕らの活動家で角土出たこと一回もなかったですからね。今初めて休みましたよ、だって初めて休みました、この門玉で。さっきもショーさんの時になってたのかもしんないけど。いや、クソ面白いな、今。おかしい、やばー。やば、二人出た。え、角土持ちないですか。やりましたね。はい、ありがとうございます。マジやばいな、これ。うっそー。いや、嬉しいですね。普通にヒーツの強キャラじゃないですかって。いや、もう本当もう何もなかったんで、僕、ヒー、うん、ありがとうございます。
テーブル論は違いましたね。違いましたね。違いましたね。これマジ来月か僕一人でじゃあ。おか一気に来なくなっちゃう。おかやばいやばい。卒業生多すぎ。嘘でしょ。卒業シーズンですから。ああ確かに出会いと別れのね。はい、じゃあそうだとしてもマジやばくない。いやこれちょっとやってますね。いや、2人はおかしいでしょ、動画内で弾けるって。確かに相変わらずこれいやまだヒロさんだけならわかるとしてもさ、順番が良かったっすね。じゃあね、やばくない？その順番確かに多分ひどいもんすよ。確かにこれ多分今まで確かに順番通り逆に引いてたから、はい、だからピロさんずっと1番チャンケンで一番上に立ってんのに1番だからずっいやーこれマジか、うん、あこれなんかあれだな、ほんとなんかね、周りの友達がなんかさ早めになんか句全部覚えてなんかシールもらったのに自分だけまだちょっと どっかのありますよね、どっかの7のところでまついてるみたいな七七が言えない、そうそうそうあれだな、金のシールまだもらえないみたいな、あった金のシールシステム、そういうなんか劣等感これで新年とか入ると2人かぐつち入ってくるクソしたやつクソしたやつねはい、というわけなんで、はい、まさかまさかのちょっと本当にこれはやばい、結構やばいな、まあ、今年も結構やばい、やばいっていうかね、ガチャ動画も面白いのは結構あったけど、うん、これはやばいわ、うん、なってきたと思うんでね、まあ皆さんも4月の結果、はい、皆さんもね卒業したい人多いのかな、じゃあ上がってるのかな、いや上がってないと思うよ上がってない4月これわけなんでね、はい、何が出たとかこれ出ましたかね、僕も卒業しましたがあればぜひお願いします、はい、多分来月は僕と皆さんは OB で多分参加すると思う、確かにちょっとねこの実績ある人にねちょっと招いて弾いていこうかなと思います、ね、かぐちパックでしょ、うん、やばいのもうほんとかぐち軍団即解散もう一人確かに自分しか結局言えてこなかったけど、まあなんで今月ですからね、入学、いやそうだね、やばい、もう飛び級半端ないね、はい、なんでまあ石尾さん世界観良かったねって言ったらね、チャンネル登録よろしくお願いします、あとまあツイッターもねやってますし、サブチャンネルもやってますね、ぜひ登録よろしくお願いします、お願いします。最後に何か言うことありましたら、何も考えてたんですね、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。